1944年8月、ドイツ空軍パイロットエアハルト・フォン・ラインダースは永久に卑怯者の烙印を押された。歴戦の勇士があえて汚名を受ける道を選んだのはなぜか。果てしなく広がる成層圏の気流の中で一体何が起きたのか。高高度戦闘機タンク1号にエッジワンの漆黒の翼だけが知っている。原作松本零士、ザ・コクピットシリーズ第1弾、成層圏気流。私は忘れまい、それが過ぎ去ったことを。日本海軍特別攻撃機桜海11型、それは小野が体内に 1.2 トンの爆薬を抱き、敵艦艇に一撃必殺の体当たり攻撃を加えるロケット特攻機だ。私は忘れない、そのコクピットと共に青春を散らしていった若者たちのことを。太平洋の空に懺悔した多くの魂のことを。あの松本零士が愛惜の念を込めて描いたザ・コクピットシリーズ音速雷撃隊、今ここにベストスタッフを得てついに完全アニメ化。あの夏の出来事を私は忘れない。みんな忘れてしまった、みんな言ってしまった、そうだ、あの二人の男も言ってしまった。それは灼熱のジャングルに閉じ込められた遠い風の記憶。それは錆びついたエンジンが語り出す惜しくも悲しい物語。そして今、男のロマンを追い求めた最後のレースがここに蘇る。松本零士原作、ザ・コクピットシリーズ、鉄の竜騎兵。ここはゼバランカ、レイテの古戦場。